帰りたい。思うことはいつでもそれだけだった。毎日はそれなりに楽しくはあったけれど、満たされることはなくて。理由はわかってる。それはとてもシンプルな理由。なくしたものがあるからだ。失ってしまった大事なものを取り戻さずに生きていくことはできない。そのことに気づいてしまったら、もう立ち止まっては いられなかった。帰るんだ。あの懐かしい日々に。ああ。そして、ガタンと大きな揺れに目が覚めた。お、すごい。動画だ。動いてる動いてる。へえ。あれ?しまった。寝てたのか。どうやら座席に座ってすぐにうとうとしてしまったらしい。なんか面白い形の電車しとるな。俺は軽く目をこすって眠気を追い払う。ぼやけている視界に違和感のある光景が飛び込んでくる。座席から立ち上がって扉のそばに行き、車窓の外に目を向けた。列車は海の上を走っている。何とも言えない不思議な光景だ。車窓の外には太陽の光を受けて眩しくきらめく海面。ポツンと浮かぶ小さな島の姿が見える。本土から海の上を走る列車で数分。緑に覆われたちっぽけな、だけど嘘みたいに綺麗な島がそこにある。もうすぐだな。終時。小さなつぶやきが漏れる。この車両には俺一人しか乗っていないのだから、独り言の一つや二つは許されるだろう。初夏の日曜、昼下がり。空は青く澄み渡り、見晴らしも良くて遠くの景色まではっきり見える。島の姿が少しずつ大きくなるにつれて、心臓の鼓動も速くなる。あと少し。あと少しであの場所に。なんかすごいな。夢を抱いとるな、この主人公は。人がせっかく感傷に浸っているのに、後ろの車両からけたたましい笑い声が聞こえてくる。どっかのおばさんかな。これだから田舎は。かぶれとるね。思春期かぶれとるね。ま、都会も同じか。苦笑しながらそうつぶやいた瞬間だった。後ろの車両から一人の少女が姿を現した。おい。おい。なんだ、いきなり睨まれたぞ。普通は、じゃあ俺は普通に立っているだけで何もマナー違反はしてないと思うけど。いや、そんなことよりも、怖いくらいの美人というか、普通に怖いというか、とにかく目を引く女の子だ。おお、すごいすごい、動いてる動いてる。少女はスタスタと俺の横を通り過ぎようとして、この時、あら、電車がカーブに入り、車体が大きく揺れた。危ない。あら、あ、顔あるタイプの主人公だ。気がついてみれば意外と背が小さい。ハイトスカートがエッチ。てかティーバッグやん。別のラインが出とるってことはティーバッグやん。俺は目つきの悪い女の子をしっかりと、いたぜ、ごめんね、しっかりと抱きとめていた。思いっきり彼女の体重がかかっているはずなのに、姉みたいに軽い。それにふわりといい匂いが。おい。はい。振り払ってもいいか。いや、よくない。ちょっと惜しい気もするけど、俺は素直に彼女を話す。思春期には入っとるのに女の子には耐性あるんか。おもろいな。彼女は俺から一歩距離を取ると、服のシワを直すような仕草をする。体細いし、胸はあまりなさそうだけど、柔らかかったな。何をニヤついてるんだ。いや、何でもないよ。何でもないなら、何でもない顔をしてろ。すげえ、命令系だ。
礼を言うべきか怒るべきか迷わせるような顔をするな。すでに怒ってないか？これは自顔だ。本気で怒っていたらとっくに窓から叩き出してる。俺は窓の外に広がる海に目を向ける。まあこの辺りはもう人泳ぎしてもいい陽気だな。泳ぎたいなら協力してもいいが。遠慮しとくよ。あいにく水着を持ってないんで。おお、ジョークセンスは一応あるんだ。つうかここから叩き出されたら海の藻くずだ。いやそれ以前にあの柱にぶつかって内臓破裂して終わりや。残念だな。女の子はやっぱり怒ったように言って小さくため息をついた。そして何かは考え込むような顔をすること数秒。チラリとこちらを見た。ありがとう。あ、いや、どういたしまして。どうもこの子は目つきとセリフにズレがあるようだ。礼を言うならもうちょっと穏やかな目をしてくれたらいいのに。女の子はそれで会話は終わりだとばかりにそっぽを向いてしまう。でもこのまま黙り込んでたら互いに気まずいよな。君は島の人？違う。女の子はきっぱりと答えてまた俺を睨んできた。今のセリフはナンパみたいだったか？そっちは？え？島の人間じゃないだろう。観光か？前半は当たりだけど後半は外れ。よかった、会話に乗ってくれるようだ。電車が島に着くまでもう少しかかるんだし、向こうも無言のままじゃ落ち着かないよな。それは分からんぞ。引っ越してきたんだよ。引っ越し？正確には出戻りだけど、俺もともとは島の出身なんだよ。それはまた物好きなことだ。今度は心底呆れたような目をされてしまう。何を好き好んで戻ってきたんだ？今時コンビニもないような島だぞ、あそこは。知ってるよ。でもコンビニはないけどその辺の町にはないものがいろいろあるんじゃないかな。例えば？つまらない綺麗事だ。例えばなんじゃい。うわ、一刀両断だ。どうやら俺の返答はお気に召さなかったらしい。まあ初対面の女の子にいきなり気に入られるなんてありえないか。それに島にはもう何もない。もう何もな。この子こそ何者なんだ。島のことをよく知っているようなのに嫌っているようにも見える。どんな場所なのは本当のことだけど、どういうこと？君だって島に向かってるところだろ。なんか用があるんじゃないのか？お前には関係ない。お前お前と来たか。どこの女王様なんだろうかこの方は。ちょっと癖があるなこの主人公。おもろいな、いいな。俺嫌いじゃない。私はあの島もつまらない綺麗事も嫌いなんだ。これも俺には関係ないことだけど一つ聞いていいかな、うん、またもや鋭い視線を向けられてしまう。だが否定もされなかったので構わずに聞いてみることにする。君の好きなものって何？本当に関係のないことだな。まあ答えてくれなくてもいいけどさ。どうせ電車が駅に着くまでの暇つぶしの会話だ。真剣になる必要もないよな。ごめん、今の質問を忘れてくれ。好きなものか。あれ、考えてる。彼女は俺の言葉が聞こえなかったかのように、じっと考え込んで。そんなこと考えたこともない。とお釣りと言った。考えたことがない。それから彼女は今度こそ黙り込んでしまった。俺と目を合わせようともしない。俺たちはただ黙って電車の窓の外を眺め続ける。島まであと少し。
森と海がどこまでも広がっている。この島のことを都会の友達に説明するときにはいつもこういったものだ。雑な説明だけど他に言いようもなかったし。7年ぶりに島の地面を踏んで真っ先に思ったのは、やっぱりあの説明は間違いじゃなかったなということだ。じゃあな、出戻り。え、どこへ？ついてくるなよ。目つきの悪い女の子はそう言うとさっさと行ってしまう。三風駅でいいのかな。このままお別れするにはちょっと惜しいけどしょうがない。結構ナンパな男なんだな。しかし暑いな。雲一つない青空に太陽がギラギラと輝いている。6月になったばかりだというのにこの暑さはたまらない。真夏になった時のことを想像するとちょっとゾッとするな。ふう。額の汗を拭い携帯で時間を確認する。約束の時間まではまだしばらくある。ま、久しぶりの帰郷だしな、ちょっと寄り道してみるか。お、すごい、海が動いとる。とりあえず駅から海沿いの道に入り浜辺に降りてみた。汗ばむほどの陽気だが泳いでる人はいないし、砂浜にも人影はまるで見当たらない。誰もいない浜辺に小さな波が何度も打ち寄せては引いていく。この波音も潮の匂いも確かに記憶に残ってる。日の光を反射してきらめく海の青さも、白っぽい砂を踏む感触も、よその海とはどこか違っていて。と俺は足を止めた。なぜ今まで気づかなかったのだろう。一人の少女が波打ち際に立っていた。腰になんかベルトみたいなの巻くのってこの島で流行っとるんか。まるで幻のような。俺も同じように彼女もこちらに気づいていないようだ。俺と同じようにか。なんだかぼーっとしているようだし、邪魔しちゃ悪いかな。俺はできるだけ足音を立てないようにして彼女から離れ始める。ちょっと散歩してから目的地に向かえばちょうどいいだろう。え？と思ったら。あの。どうした？いつの間にかさっきの少女がすぐそばにいて、がっちりと俺の手首を掴んでいた。少しすごいセクシーな、なんか生ガキみたいな服着とるの。なんていうやつだったっけ、このタイプの、なんて言うんだろう、腰の方はキュッとしとるのに裾の方はひらっとなっとる、カキひっくり返した生ガキみたいな。ルリコです。はあ。ナンパか？はい？ああ、名前か。はい、そうです。いきなり自己紹介されるとは予想外な展開だ。しかもなぜ下の名前なんだろう。俺は八代修司。とはいえ、こっちも名乗り返すのが礼儀というものだろう。ルリコと名乗った子はなぜか困った顔をする。何か対応間違えたのか俺。いや、多分この子が変わってるんだと思う。ところでルリコさん、さん付けはちょっと。彼女は困った表情のまま首を振った。そうだな、どう見てもこの子は俺より年下だし。じゃあルリコちゃん。はい、ルリコちゃんです。この子、なんかぼんやりしてるけど話を進めよう。俺としては全然いいんだけどさ。はい。誤解されかねない状況だよな、これ。え？女の子は困った顔をして、男の手をしっかりと掴んでいる。男の手ってなんだよ。
俺が第三者ならさぞ想像力をたくましくするだろう。すみません。あれ、謝りかけた彼女の体が突然よろめいた。おいおい、ちょっと待ってくれよ。すみません、お見苦しいところを。ルリコちゃんは申し訳なさそうに言ってペコリと頭を下げた。気にしなくていいよ。いきなり倒れたのには驚かされたけどさ。それより本当にもういいの？はい、大丈夫です。意識もはっきりしているようだし、顔色もだいぶ良くなったけど。倒れた彼女を日陰へ連れて行って少し休ませただけだしな。ただの貧血だと思いますので。ルリコちゃんはそう言って微笑んだ。無理しているのか本当に良くなったのか判断がつきにくい。でも念のために病院に行った方がいいぞ。病院ですか。あまり乗り気ではなさそうだけど、また倒れられても困る。確かこの島にも診療所があるだろ。はい、あります。ああそうだ、思い出した。医者というより山賊みたいなひげ親父がやってるんだったな。やぶっぽいけど、あんなんでも見てもらえないよりはマシだろ。言っておいた方がいい。あ、はい、そうですね。なぜかルリコちゃんの顔が引きつっている気が。やっぱりまだ気分悪いの？いや、本当に大丈夫ですから。彼女は勢いよく首を振った。なんなら走ってみせてもいいです。そこまでしなくても。海辺で追いかけっこって一度やってみたかったんです。どこの青春ドラマだ。っていうか、俺も走るのかよ。まあ君が元気ならそれで。あれ？いきなり手を掴まれたり倒れられたりしたんで気づかなかったけど、このルリコちゃんもすっげえ可愛い。電車の子もレベル高かったけど、ルリコちゃんも負けてない。しかも胸のサイズは確実にルリコちゃんの方が勝っている。しかしこれは反則なサイズだ。走ったら派手に揺れそうだな。追いかけっこしてみるのもいいかもな。あの、どうかしましたか？あ、俺は慌ててルリコちゃんの胸から目をそらす。危ない危ない、もうちょっとで変質者になるところだった。ごめん、ちょっとぼーっとしてただけだよ。暑いしね。そうですか。何か強い視線を感じたのですけど。気のせいじゃないかな。ぼんやりしているように見えて意外に鋭いじゃないか。そうですよね。すいません、変なこと言ってしまって。ルリコちゃんは顔を赤くして、頭を何度も下げる。謝らなくていいから。参ったな、謝られると気が引ける。でも私、不意にルリコちゃんは何かに気づいたような顔をする。どうしたの？ごめんなさい、お引き止めしてしまって。お時間とか大丈夫ですか？時間？そうだった、俺は別に散歩するために島に戻ってきたんじゃないんだった。ああ、大丈夫だよ、時間なんて別に。だけどここで用事があるかというと、ルリコちゃんはますます、ルリコちゃんはますます恐縮しそうだし。それならいいのですけど。でも私のことは本当に大丈夫ですから。ちゃんと診療所にも行きます。そうか、そうした方がいいよ。はい。ルリコちゃんはにっこり笑ってうなずく。ああ、本当に可愛いな。さっきの電車の子に
この愛想の良さを少し分けてあげてほしいくらいだ。それじゃあ、俺はそろそろ行くよ。とにかく体調はだいぶマシになっているようだし、もう大丈夫だろう。あ、はい。本当にいろいろとすみませんでした。気にしなくていいよ。それではまた。ああ。また？ちょっとばかり時間がまずいことになっている。でもまさか倒れた女の子を放っていくわけにもいかなかったし、俺が急げばいいだけの話だな。しゃあない、近道するか。狭い島だけど、島の大半を深い森が覆っているせいで交通はひどく不便だ。どこに行くにもいちいち回り道をする必要がある。それは7年前も今も変わっていないはずだけど、逆に考えれば森を突っ切ればいくらでも近道ができるってことでもある。やっぱやめときゃよかったかな。森に入り込んで1分で泣き言が出た。でも一応道はあるね。ちゃんと人が歩いとる道があるね。この森ってこんなに薄気味悪かったっけ。この辺りはまだ比較的新しい森で、いくらか人の手も入っているはずなのに。昔祖母に言われたことを思い出す。森に入ってはいけない。特に、森の奥に入ったら二度と戻ってこられないかもしれない。何よりこの島の森には。俺は頭を振って祖母の言葉を振り払う。ここはちょっと古くて広くて迷いやすい。だけどただの森だ。だいたい今から引き返してたら絶対間に合わないしな。覚悟を決めて行くしかない。いちいち方向を確かめながら森の小道を行くこと十数分。完全に森の奥だな。さてここはどこでしょう。正解は神のみぞ知る。この森じゃあシャレにならん答えだな。俺は一つうなずいた。そうだな、そろそろ認めよう。迷った。森が広いということもあるけれど、周辺部を除いては道が整備されていないので迷いやすいのだ。俺が方向音痴なのはきっと、関係ない。でもまあ、まっすぐ歩いてりゃいつかは抜けるよな。そもそもまっすぐ歩けていないから迷ってる。なんてネガティブ思考はやめよう。ひたすらに森の中を歩いていく。木々が光を遮り、適度に風が吹いているためか、あまり暑くないのが救いだ。進めば進むほど森の姿が変わっていく。樹齢何百年、下手すると何千年なんじゃないかと疑うような木々があちこちに見られる。信じられない森だ、ここは。どんどん緑が濃く鮮やかになっていき、道らしい道もなくなってくる。木の枝が引っかかって、擦り傷もあっちこっちに。くそ、どっちに行けばいいんだよ。そっちじゃない。あ、ご親切にどうも。こっちか。やっぱり道はないけど、強引に突き進むしかないよな。あん、俺はハッとなって辺りを見回す。今誰が言ったんだ。呼びかけてみても誰も答えるものはない。木々が風に揺れる音や鳥や虫の声がかすかに聞こえるだけだ。今の声、幻聴にしてはやけにはっきり聞こえたぞ。なんかやばい。
本格的におかしな雰囲気になってきた。俺は強引に枝や葉っぱを払いながら走り出す。時間のことなんてもうどうでもいい。さっさとこの森を抜けて、誰でもいいから人がいるところへ。突然目の前が開けた。泉？それはいつかどこかで見た景色。ドクンと心臓が高鳴る。俺は間違いなくここを知っている。まさか島に戻ってきた初日にここに来てしまうなんて。いや、俺は多分なんかいいな、このプロローグだからさ、プロローグだからしゃあないとは思うんだけどさ、なんかすごいその情報を小出しにするよね。匂わせなまくるよね。誰かがいた。森の奥に湧いている泉の前に人影が一つ。受け取ってくれよ、頼むから。ポツンとその人はそこに立っている。その人は少女は、そっと振り向いた。かわいい。足長？長い髪がその動きに合わせてさらりと揺れる。少女は無表情で俺を見つめてくる。迷いなくまっすぐ向けられてくる瞳に吸い込まれそうになる。そのまま俺と彼女は何も言わずに見つめ合う。時間が止まったかのように少女は身動き一つしない。だけど動けないのは俺も同じだ。少女の顔、少女の長い髪、それに片側の髪を結んだリボン、体の動かし方がわからなくなったような、そんな錯覚さえ覚える。あーちゃん、おん、ようやく。なんとかそれだけが言葉になってくれた。あーちゃん。だけど女の子は不思議そうに俺の呼びかけを繰り返しただけ。無表情のまま俺を見つめるだけ。君は一瞬何が起きたのかわからなかった。だけど俺は確かにこの目で見た。彼女の大きな、瞳から涙がこぼれ落ちるの。驚くよりもその涙が妙に綺麗に見えてしまったのは、多分生まれ故郷に戻ってきたばかりで感傷的になっていたからだ。と、そうに決まってる。なんで泣いてるんだ？ごめんね、ごめんね。びっくりさせちゃったよね。本当、ごめん。いや。涙を拭い、明るく笑う少女から思わず目をそらしてしまう。いきなり泣き出すなんて変すぎるよね。どうしちゃったのかな、私。あ、今のなし、見なかったことにして。ああ。慌ててまくし立てる彼女に圧倒されながら、俺はなんとかうなずいた。よし、じゃあここからやり直しね。何をやり直すんだろう。どうかしたの？こんなところに来るなんて。ちょっと道に迷って。そうなんだ。どこへ行きたいの？鈴森学園なんだけど。それはまた豪快に迷ってるね。全然方向が違うよ。だから困ってる。そして今はもっと違う意味で困ってる。心臓の鼓動は速くなるばかりで、このままオーバーヒートしてしまいそうだ。だけど止められない。彼女のように今のなしにはできない。彼女の顔を見た瞬間に湧き上がった感情は消えてくれない。そっか。うん、困っちゃうよね。この森は迷いやすいし。でももう大丈夫。
安心していいよ。女の子の声を聞くたびに、おい、大きく心臓が鳴る。私が連れて行ってあげるから。胸が潰れそうになる。一緒に行こう。呆然としている俺の腕を掴んで少女は走り出した。引きずられるようにして森の中を走っていく。なんだろう、さっき一人で歩いてた時とまるで違う。彼女は枝や葉っぱを巧妙に避けている。というより森の方が俺たちのためにわざわざ、作ってくれているような。そうだ、あの頃と同じ。俺は知っている、この奇妙な感覚を。風のように走っていく背中を。到着。ちょっと。ん？なんか苦しそうだね。どういうこと？彼女は俺から手を離し、不思議そうな顔をする。あれだけ走れば息も切れるっての。しかもやたらとアップダウンが激しかったし。運動不足じゃないかな。悪かったな。ふーっと息を吐いて汗を拭う。びっくりするくらいあっさりと森を抜けてしまったけど、えらい山の上の方に来たな。ろくに道もなく方角もわからない森をこれだけ簡単に抜けられる人間はそうはいない。随分森に慣れているんだな。よくうろついてるからね。でも知らないところに一歩踏み込んだら私だって迷うよ。そしてそのまま死亡。こんなデンジャラスゾーンが、こんなデンジャラスゾーンか、あの森は。彼女はコロコロとおかしそうに笑う。それは冗談としてもね、油断したらあっという間に迷っちゃうのは本当。ここの森はそういう場所だから。なるほどね。だけど俺も森が特別であることは知っている。祖母に聞いたからではなく自分の体験として。これはこの丘を降りればすぐに鈴森に着くよ。彼女が丘の下を指し示す。ああ、助かったよ。気にしないで。結構急だな、この丘。案外、下り坂の方がきついもんだよな。体重かかるからな。大丈夫、私はよく降りてるから。私も二つ足、君も二つ足、降りられないわけないよ。ひよどり声かよ。なやそれ。そんなアカデミックな冗談はともかく、ここを降りる前に一つ聞いておかなければならない。なあ。はい。俺は一度固く目をつぶる。目を開けてもやっぱり彼女はそこにいた。だから聞かなくちゃいけない。君の名前は？あ、言ってなかったっけ。アスカ。アスカ、あーちゃん。彼女は柔らかく微笑する。若宮アスカだよ。若宮。
アスカ。途端に様々な正体の知れない感情が溢れて胸に詰まる。やっぱり。やっぱりそうなのか。あれ？そういえば、さっき私をあーちゃんって呼んだよね。もしかして、私のこと知ってるの？彼女は、アスカと名乗った少女は真剣な表情を浮かべている。知ってると思うけど、わからない。彼女の顔も名前も俺の記憶にあるあの子だと思う。だけど、なぜか知っていると断言することができない。何なんだろう、この状況は。そろそろ本格的に頭が混乱してしまいそうだ。ごめん、私もわかんないの。あ？彼女は悲しそうに笑う。それからまじまじと俺の顔に視線を向けてきた。あなたは誰？そして心を丸ごとえぐるような残酷なセリフを口にした。浴槽室とか。彼女の顔を伺ってみても、冗談だよと笑い始める気配はみじんもない。参ったな、これは。え、ちょっと。そう、俺は知っている。この森が特別な場所であること。7年前に森で起こった出来事。本当は近道なんてどうでもよかった。俺は何を置いてもこの森に来たかったんだ。待って、どうしたの？彼女は慌てふためいて俺の顔を覗き込んでくる。どうしてそんな悲しそうな顔してるの？私まで、なんか。帰ってきたのは俺だけじゃなかったんだな。今の状況は俺が心から望んだ状況にとても近い。そして同時にあまりにも大きく違っている。彼女は変わっていないようにも見える。だけど目の前の少女は俺が知っているあの子じゃない。誰でもいいから教えてくれ。一体誰なんだ、ここにいる彼女。